多くの方が集まる、そんな人になってほしいという母の願いが込められての TBS さんそこ触れます。どういうことだろうやはりこの方を早速お招きしてお話をたっぷりと伺っていきたいと思います。ではお呼びしましょう。本日の主役、佐久間みなみさんです。改めましてフジテレビアナウンサーの佐久間みなみと申します。よろしくお願いいたします。いや本当にすごい、まあ、皆さんこれからお渡し会ということでこれからご覧になる方も、ね、はい、いらっしゃると思うんですが、本当に手前味噌ですけれども素晴らしい一冊に仕上がっているなと。ありがとうございます、はい、まずタイトルからこれ伺っていきたいんですけれども、はい、南から南から南、私は南からと呼ばせていただいています、はい、その心はどんな思いが込められているんですか。ですね、私のまあ、これ読んでいただいたらわかると思うんですけど、はい、私の名前の由来が、まあ、タッチの朝倉みなみから来ているっていうのはご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、実はもう一つありまして、まあ、南は暖かい場所というところで、まあ、多くの方が集まる、そんな人になってほしいという母の願いが込められての南でもあるので、今回南の島で撮らせていただいて、南からという思いを込めて呼ばせていただいてます、はい、そんな南から体現するように本当に本日ね、全国から、ご来場いただいた方、はい、いらっしゃいますし、全国からですよ。で、北から南から南からで、メディアの方も多くいらっしゃって、はい、TBS さんそこ触れます。え、本当ですか。他局、ライバル局のはずですけどね。そうなんですね、はい、私も、先ほど、まあ、事前にもちょっとお聞きはしていたんですけど、はい、どういうことだろう、大丈夫かなっていう思いはあって、ちょっとちゃんと答えられなかったんですよ、ね、どういう形でこれがね、その、オンエアといいますか、ね、そうなんですよ、なるのかというところ、はい、注目したいですけれど、ちょっと楽しみでもあり不安でもあり、いやいやいや、はい、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。私はもう来てくださるのかなっていうものすごい不安があったんですけど、もうこれで全然集まらなかったらどうしようっていうのもあったんですけど、本当にもう皆さんのおかげでなんとか、トークショーなんてアナウンサーなかなかないですよね。本日の主役ですって、本当に方もなかなかないなと。しかも大先輩に本日の主役ですって言われることなんてめったにないので、ありがとうございます。